若者、日々しか未だ知らず、カオンを滅ぼすことも、カオンが悲なしことも、その後、潔に立つとき、我を求め、共にあれへの道へ行かん、待ちと願え、開口は、我の分身よりも定めなり、漆黒の夜は広がるし、人情は一つ輝き、長き物語は今、始まり。お前を殺した男の名だ。まさか。
よ。来い、最後は武術から死なせてやる。していないと帰って気まめいて。そうか、でも無理はダメだよ。はい、そうそう、これを今日の分です。明日からは下駄箱の上に置いておきますので。そういえば福さんは、福原さんなら
道場にいると思いますが。そうか、ありがとう。りょうさん、いいんですか？心配ない。それより、あの男のことだけど。あの男？ああ、乱帝と呼ばれていたやつだ。親父と何を話してた？鏡をよこせと。俺、その後、道場から放り出されて。黒い服のやつらは、なんて名乗ってた？それが、突然現れて、何も。そうか。ありがとう、草。どんな些細なことでもいい。何か思い出したら教えてくれ。りょうさん、なんでそんなことを。りょうさん、どこに。まさか、あいつらを探しに。やめてください。先生を倒したのも、者たちですよ。俺の目の前で、親父が殺されたんだ。敵は俺が取る。親父のためにしてやれることはそれしかないんだ。めぐみちゃんか。猫がいるのか。お兄ちゃん、めぐみのママに内緒にしてくれる？ああ。じゃあお兄ちゃんには特別に見せてあげるね。
めぐみちゃんの猫かい？違うの。この猫ちゃんはね、一人ぼっちなの。一人ぼっち？うん。この間ね、雨の時にね、ママ猫が車にひかれちゃったの。めぐみのお姉ちゃんを見てるの。大きい黒い車だったんだって。黒い車？すごく怖かったって言ってたよ。めぐみ、お姉ちゃんとね、ママ猫の方から来るの。代わりにめぐみが猫ちゃんのママになってくるんだ。でも、めぐみのママがね、お家で飼っちゃダメだって言うの。それでここで飼ってるのかい？うん、みんなをお手伝いしてくれるんだ。コウタ兄ちゃんとね、ヤサお兄ちゃん、カヤちゃんも。そうか。猫ちゃん、元気ないぞ。お腹空いてるのかな。ちょっと待ってな。うん。ほら。お腹空いてないかな。ここに煮干しもあったから、あげてごらん。細かく潰してあげれば食べるかもしれない。うん。じゃあ、今ちょっと急いでるから。はぁ、猫ちゃんの名前一緒に考えよう。そうだな、いいのを思いついたらまた来るよ。きっとだからね。バイバイ兄ちゃん。バイバイ。寒くないか？じゃあ、またな。まだまだ小さいな、お前らは。